阪急梅田駅で話題沸騰。ナンバーアンダーライン愛のサマソニ初参戦。新生グループが巻き起こす音楽革命とは阪急梅田駅に掲示されたサマソニの広告を見た瞬間、多くの音楽ファンはその場で立ち止まり、スマートフォンで写真を撮り始めました。その興奮と期待が伝わるかのように、ツイッターやインスタグラムには、ハッシュタグサマソニのハッシュタグともに無数の投稿が溢れ、 まるで夏の始まりを告げる花火のように広がっていきました。今年のサマソニは特に注目すべき点が多く、その中でも最も話題となっているのが紅茶らにも出演し、多くのファンを魅了したナンバーアンダーライン愛の参加決定です。平野章、神宮寺優太、岸優太の3人からなるこのグループは、音楽業界に新たな風を吹き込む存在として急速に注目を集めています。 彼らの出演が発表された瞬間、多くのファンが歓喜の声を上げ、その期待はますます高まっています。さらに、皆岡部が東京に加えて8月18日、日曜日に大阪のマッシブステージにも登場することが決定しました。彼女の繊細で美しい歌声は多くの人々の心に響き、今回の出演は彼女にとっても、ファンにとっても特別な瞬間となることでしょう。 オフィシャル選考の抽選特典付きチケットの受付が開始されると、瞬く間に多くの申し込みが殺到し、その人気の高さがうかがえます。これを見逃すわけにはいかないと多くのファンがチケットを手に入れるために奔走しています。阪急梅田駅の広告を見た人々の反応は様々でした。ある人は、すごい、と驚き、他の人は、羨ましい、と簡単の声を上げる。 中には広告を見つけるためにわざわざ駅を訪れ、見つけた。と喜びの投稿をする人もいます。この広告が設置された場所は2階の本屋さん前で、多くの人々が足を運び、その場で写真を撮って SNS に投稿する姿が見られます。しかし、JR にはこの広告が掲載されていないため、一部のファンは、なんでと疑問に思う声も上がっています。 阪急梅田駅にしかないこの特別な広告は、まるで秘密のスポットのように感じられ、そこを訪れた人々にとっては、一種の冒険のようなものになっています。あるファンは、今日の頑張りになります、と、その広告を見ることで一日の活力を得たと語っています。サマソニのタイムテーブルがまだ発表されていないことに対する不安の声もあります。特にアクセスの悪い場所での開催が予想されるため、 徹底的な計画を立てなければならないと考える人も少なくありません。彼らはその熱意とともに、どんな困難にも立ち向かう準備をしています。このように、サマソニーはただの音楽フェスティバルではなく、多くの人々にとって特別な思い出を作る場となっています。そのため、出演アーティストの発表や広告の設置など、ちょっとしたニュースが大きな話題となり、多くの人々の心を動かします。 ナンバーアンダーライン愛と皆岡部の出演決定は、今年のサマソニをさらに盛り上げる要素となっています。彼らのパフォーマンスを見るために、多くのファンが期待を胸に大阪を訪れることでしょう。そして、その期待が現実となる瞬間を目の当たりにすることで、さらに多くの思い出が生まれるのです。今年のサマソニは、音楽だけでなく、ファンとの交流や新たな発見など、様々な要素が詰まったイベントです。 特に広告を通じてファンが一体となる姿はまるで一つの大きな家族のようです。彼らの熱意と愛情がこのイベントをより特別なものにしています。サマソニーに参加することで新たな友達を作ったり未だ見ぬアーティストとの出会いを果たしたりすることができるでしょう。音楽の力は人々をつなげ共感を生み出します。阪急梅田駅の広告はその象徴的な存在として 多くの人々にとっての出発点となっています。サマソニーが多くのファンにとって特別なイベントである理由の一つは、その多様性と驚きに満ちたラインアップです。今年の参加アーティストは一流の国内外のミュージシャンから、新進気鋭のアーティストまで幅広く揃っています。この多様性が音楽の魅力をさらに深める要因となっています。特に、 ナンバーアンダーラインアイの登場は若い世代にとって非常にエキサイティングなニュースです。彼らの音楽はエネルギッシュでありながらも繊細で、多くのファンがそのパフォーマンスを心待ちにしています。また、皆岡部の出演も見逃せません。彼女の独特な音楽スタイルと深い歌詞は多くのリスナーの心に響きます。彼女が大阪でどのようなステージを見せるのか、ファンの期待は高まるばかりです。 彼女の歌声が夏の夜空に響き渡る瞬間はきっと忘れられない体験となるでしょう。広告を見たファンの反応も非常に興味深いものです。阪急梅田駅の広告がファン同士の交流を促し共通の話題を提供しています。あるファンは梅田駅行きたいと熱望し、また別のファンはこれは使命なのでとその場に足を運ぶ決意を示しています。これらの反応は サマソニーが単なる音楽イベントではなく、ファンコミュニティの重要な一部であることを示しています。広告が設置されている場所に実際に足を運んだファンは、その場での体験を SNS にシェアすることで、さらに多くの人々と喜びを共有しています。これにより、広告自体が一種のインタラクティブなアートインスタレーションのような役割を果たしています。阪急梅田駅は、 サマソニのエキサイティングなエネルギーを体現する場所となり、多くの人々にとって特別な意味を持つようになっています。一方で、タイムテーブルの発表を待つファンの中には、計画を練るために詳細な情報を必要とする人も多くいます。彼らは、どのステージでどのアーティストが出演するのかを確認し、それに基づいてスケジュールを組み立てることに情熱を注いでいます。このプロセス自体が、 フェスティバルの楽しみの一部であり、期待を高める要因となっています。しかし、サマソニは単なる音楽フェスティバル以上の存在です。それは、多くの人々が共通の愛を持つ場所であり、新たな友人を作り、人生の特別な瞬間を共有する場でもあります。特に、ナンバーアンダーライン愛やミナオカベのようなアーティストが参加することで、その魅力はさらに増しています。彼らの音楽を通じて、 多くの人々が一体となり、感動を共有することができるのです。サマソニーは、その多様性とエネルギーによって、多くの人々にとって忘れられない体験を提供しています。阪急梅田駅の広告は、その一部として、ファンにとっての出発点となり、多くの人々がこの特別なイベントに参加するためのインスピレーションを提供しています。 今年のサマソニがどのような形で展開されるのか、そしてどのような感動が待っているのか、非常に楽しみです。このようなイベントは、音楽の力を通じて人々を結びつけ、共通の体験を共有する場としての役割を果たしています。阪急梅田駅の広告が示すように、サマソニはただの音楽フェスティバルではなく、多くの人々にとっての特別な場所です。この夏、多くのファンがその場所に集まり、 共に楽しみ、共に感動することでしょう。あなたもこの特別なイベントに参加して忘れられない思い出を作ってみてはいかがでしょうか新たなアーティストとの出会いやすでに知っているアーティストの新たな一面を発見することであなたの音楽の旅はさらに豊かになることでしょう。そしてその瞬間を共有することで多くの人々とつながり共感を得ることができるのです。サマソニは 音楽を通じて人々を結びつける力を持っており、そのエネルギーはあなたをも魅了することでしょう。今年の夏、サマソニーでどんな新たな発見が待っているのか、非常に楽しみです。